はい、どうも、アミグルミストの角田です。どうも。はい、まあそんなわけでですね、今回はミシン糸の焦げパンの編みぐるみを編んでみようの第11回です。はい、ってことでですね、まあ今回が最終回になると思います。はい、ってことでですね、前回ですね、前回とか手を編んだところをやったんですけども、でですね、とりあえず編んだ手、まあ足も一緒なので同じような感じなのでですね、まあ、足も編んでですね、残り1個以外は全部もうついてる形になっております。はい、ってことでですね、まあ今日あと残りの最後の足を1つ取り付けて終わりという感じになりますね。はい、ってことでですね、まあ最後の足をちょっとつけていきたいと思います。で、手とまあ足は前回は手だけ、片手を編んでみたんですけども、若干ですね、足の方が僕はですね、目数を多く編むっていう形でやってるんですけども、ちょっとハサミがよいしょ、ハサミがない。で、足の方は若干目数を多く編んで、まあ、若干だから太い感じになるんですかね、足が。ってことでですね、まあ、ちょっと編んでいきたいと思います。編んでいくわけじゃないか、なんていうの、縫っていく、つないでいく、つないでいく、くっつけていく、縫い合わせていく、縫い合わせていく、ちょっと待って、まあそんな感じですね。で、とりあえずですね、この編み始めの時に出るこの余りの糸はですね、まあ切っちゃってもいいんですけども、いつだ、前何だっけ、多分ポチャッコかなんかの時にも話したんですけども、その編み始めのですね、編み始めの時の、何言ったらいいのかな、際でいいのかな、際じゃ違うか、まあその余分な糸なので、まあ切りますよね。で、それをですね、すぐ切っちゃうっていうか、これが取れない、初めのこの足のパーツになるところですね。で、裏側でちょうどここのところで、まあ余りの糸が出るんですけども、まあ、ここで切っちゃうと、そのほどけちゃう可能性があるんですよね。ほどけちゃう。これがだからどんどん、なんだろう、溶けていかねえな、その。解けていくになっちゃうので、でかといってこの長めに切っちゃうと、この縫い合わせてる時にですね、なんかちょこっとだけ出ちゃったりとかするのも、そういう可能性もあるので、
で僕はですね、そのそれはもうだからその全然関係がない、全然関係がないところまでとりあえず一旦、まあ、今回の場合は本当にこの頭の先っぽですよ、こっちまでとりあえず貫いちゃって、でもちろんこの体の中を通ってるわけなので、どこで切ってもまあ見る側には邪魔にならないのでですね、まあそんな感じで、なんて言ったらいいのかな、処理というかですね、まあ、やるわけですね。で、あの例えばここに一回こっちまで持ってって、なんだろう、逆まで通したからいいやと思ってここで慌てて切っちゃうと、さっきみたいというか、この初めの頃ってこの若干なんていうのかな、体にまだくっついてないので、ここに離れたりとかしちゃうんでですね、そこでなんか一緒に抜けちゃうと、もうなんかその頭のてっぺんまで貫かせた意味がなくなっちゃうっていう感じになっちゃうのでですね、なので、まあ、しばらくはですね、この頭から伸ばしたままで、まあ、邪魔にならなければ一番最後の糸処理のところで一緒に切っちゃってもいいとは思うんですけども、で今回のこの焦げパンの足に関してはですね、あの綿はですね、入れない感じで、入れない感じって中途半端だ、入れないです、この綿なしでですね、どうしようか、あでも、綿なしでも、でまあこのもう初めについてるこの足ですね、こっちの足にもだから綿は入ってないですね、まあ入れてもいいんですけども、ここは本当に微妙なところで、この足はですね、今回手もですね、手の方も手と足両方とも綿なしでやってるんですよね。で、結局手と足もですね、段数でいうと2段だけなんですよね、編んでるのが。でまあだからなんだろう、2段なのでもう言ったら、どうなるんだ、もうサイズ的にはこの足とかこの長さは1ミリあるのかないのかぐらいだと思うんですよね。
こでだから綿とかを、まあ、入れる場合もあるので、だから気分で入れたり入れなかったりとかするんですけど、まあ、入れたら入れるのは結構なんていうのかな、まあ、入れるとしたら本当に一番最後ですよね。どんどん縫い付けてって一番最後にチコンって入れる感じになるんですけど、その時にだからうまくやらないと綿がこの縫い目からはみ出ちゃうと。まあ、そんな感じにもなりかねない的な。まあ、そんな感じになってしますよね。まあ、あとはそのものにも、ものというか、どんな感じで作って、とかにもよるんですけども、だからこのサイズの場合って逆に綿がない方がですね、融通が効くっていうかですね、例えば今これとかこの足が若干上向きになってる感じになってると思うんですよね、この座った感じで。でこれで綿をパンパンに入れちゃうと、綿をパンパンっていうか本当にちょっとでパンパンになっちゃうんですけど、綿を変に入れちゃうとこれがこうならないで、これまっすぐに、まっすぐな状態になっちゃうんですよね、こんな感じで。でこれが綿がないとこういう感じでなったりとかするのでですね、だからなんだろうな、その今回この焦げパンは座らせる感じで編んでるので、そういう場合にはですね、この綿なしで、まあ、全然問題はないと思うんですよね。で逆にその例えばこの足がですね、座らせるんじゃなくてまっすぐな、こういう足まっすぐにこうやって、分かりづらい、こんな感じですね、立ってる感じのものをやる場合は綿を入れた方が逆に安定とかしたりすると思うのでですね、その場合は綿を入れた方が若干安定するのかなっていう感じですよね。ただその時も綿を入れすぎちゃうと足の裏がまん丸になっちゃうっていうか、その綿でこうやって膨らんじゃうのでですね、そのだから平らに、そのなんだろうな、綿を入れるパーツの先を平らにしたい場合はあんまり綿を入れすぎちゃうとパンパンになっちゃうので平らになりづらいっていう感じですね。でこの焦げパンも体の綿詰めの時に話したんですけど、パンパンに入れちゃうとこのお尻のところが今こうやってお尻が平らになってるのが分かると思うんですけども、これがパンパンに入れちゃうとこれがここになっちゃうのでですね、座らせづらいってことになっちゃうので、そこは要注意って感じですよね。あ、それに関してはだから毛糸も一緒ですよね。ミシン糸だけじゃなくて毛糸の編みぐるみも、座らせたい場合はですね、座らせたりとか、その
なんか若干ここに平らにしたいものに綿を入れるときは、入れすぎちゃうと先がまん丸くなっちゃうよっていうことなのでですね、ちょっと注意をした方がいいと思います。でも前回も言ったんですけども、なんとなくやっぱでも綿は入れたいですよね。なんかなんだろう、ここはもう気持ち的なところで、なんかなんか空洞になっちゃってるよりも多少なんか本当にちょっとでも、それこそなんだろう、数ミリとかですね、そんな感じでもいいので、なんか綿はなんか入ってるといいなって思うんですよね。うん、だったら今も入れろよって感じなんですけど、なんとなく久しぶりに綿なしだとどんな感じかなと思って、ちょっと綿なしで今回ですねやってみました。って感じでですね、無事にこんな感じですね、焦げパン完成しました。こんな感じです。なかなか可愛く仕上がったんじゃないでしょうか。で、初めの頃に出てきたこの90バイトで、こっちはアンダですね、炭パン焦げパンはアンダけども真っ黒ですね。なんか初めに編んだ時よりもどんどんなんか色が濃くなってる気がするんですけど、気のせいですか、まあ、そんなわけでですね、とりあえずはですね、この焦げパン90枚の焦げパンですね、違った100番で編んだ焦げパン完成しました。はい、まあ、そんなわけでですね、よいしょ、今回もですね最後までご視聴ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。ではでは。